せーの、中村さんち。こんにちは、ルナです。ワンです。本日はですね、隣町のスコーミッシュに来ているんですけれども、はい、今日の企画はここ左だよ。もう一個先やと思った。今日の動画はせーの、海外のセブンイレブンに行こう。イエーイ、セブンイレブン。私たちの動画で多分あんまり海外のコンビニの中って見せたことないと思うんですけど、今日はこの動画でカナダのコンビニエンスストアにはどんなものが売ってるのかなとか、値段はどんな感じなのかなっていうのをお見せしたいと思います。意外に一緒やったりしな。そうだね。では行ってきます。到着。見たことあるね、セブンイレブン。柄、うん、は一緒だよね。確かにそうやな、うん、これ日本のさ、あのコンビニのマークと一緒やわ、うん、一緒一緒。ちょっと見てわかる通り、単体である場合もあるんですけど、こうやってガソリンスタンドと併設してるっていうのが結構こっちでは多いです、うんうん、では行ってみましょう。まず最初に、あ、これは日本と一緒じゃない？なんか入り口に押し合駅ないか。てか外にあるのないよね。押し合駅の色がさ、まずなんか紫っていうのがちょっと不思議だよね。で、こっちの方は、これは薪ですね。薪ストーブとか使ってる家が多かったりするので、冬はこうやって薪が外に売ってます。ゴン君も入っちゃった。あ、これはロト6だね。ロト6とかここで買えるよっていう。いらっしゃいませ。まずこんな感じです。広いよね。あ、確かに広いな。広い。ちゃんと拭き掃除とかしてさ、ここ結構綺麗に清潔だよね、うん、セブンイレブンの作りが日本に似てない？まずここにコーヒーコーナー、そうそう、まず入ってすぐコーヒーコーナーがありますね。タッチパネルで買えるんだね。ここにさ、ちゃんと紙コップあって、うん、あ、自分でね。紅茶やったらここからお湯出るって感じな。紅茶の人はここから1個茶葉を取って、はい、紙コップで、はいはいはい。こっちもあるね、うん、コーヒー。すごい、なんかいっぱい機械あって、どれ選んでいいかわかんないね。セブンイレブンの豆売ってる。コロンビアさんね。あ、値段が書いてんだ、うん、あ、でもそんな高くないんじゃない？確かに。ほら、小がだいたい190円ぐらい、ミディアムがだいたい200円。あ、もう買わないんだね。20円ぐらいしか買わない。結構大きいね、エクストララージ。こんな感じ。じゃあ次は、あ、ほら、この奥にさ、飲み物もある感じも一緒じゃない？確かに確かに。ね、氷売ってますね。キャンプとかにいいよね、うん、390円。コーラのさ、うん、種類結構あんね。え、ちょっと待って、ちっちゃいのさ。めっちゃちっちゃいんだけど、ちょっとさ、比べて比べて、ちっちゃい。これが普通よね、通日本の一緒。待って、かわいい。250円。で、醤油みたい。こういうさ、醤油あるよね。わかるかな。私の顔がでかいみたいじゃん、これチェリーやって。あ、チェリー、うん、買ってこい、買ってみようよ。これじゃあ、これ買おう。それで190円もするんだけど。かわいいカゴ、ちっちゃくてちょうどいい。カゴの大きさもさ、日本のコンビニと変わんないね。あ、ペプシは見たことあるよね。あと、マウンテンデュー。確かに。この辺とかも日本で見たことある。あと、ドクターペッパー。これはガラナみたいな感じ。うん、北海道の人しか分からない。そう、ガラナ味がするの。これクラッシュ美味しいよな。あ、これ美味しいね、うん、炭酸。でも大体300円ぐらい、このサイズ。そう、高いよね。塩ブルの量が多い、ね、飲み物。本当だ。イエローとかグリーンとかさ、ブルーエディションとか。明らかにエナジードリンクの量が多いよね。みんなそんなに体力削られてんかな。モンスターもさ、めっちゃ種類あってさ。あるね。ピーチティーとか。あ、これピーチティー美味しいね。炭酸じゃない。あ、そうなんだ。あんま炭酸じゃないやつか。それ以外にも、うん、ゼロのやつは飲んだことあるけど、 うん、あまり美味しくなかった。あとほら、柄やばくない？このちょっとなんか健康に悪そうな。これ見たことないな。なんか嵐のマークみたいじゃない？嵐のロゴじゃない？これ。ここはスポーツドリンクコーナー。スポーツドリンクドッグコーナー。色がすごいよね、でもね。これ紫、こっちさ、水色、紫、青、これは本当に大丈夫なのかっていう。でもたまに飲むよね、うん、美味しいよな、普通に、うん、ビタミンウォーター。この辺よくこれとかはね、あのちょっと体調悪い時とか、スポーツする時とかにね、なんかゴルフ行ってちょっと熱中症になりそうな時とかはこういうの買ったりします。だからこっちでいうポカリスエットの代わりみたいな感じかな、うん、あ、これはこの上の段はあれ、スパークリングウォーターだね、はい、炭酸水。水も結構種類あるんじゃない、うんうん、ほら、エビアン。だって水も 3.29 度。うまい。330円。モンスターのコーヒーや、これ。うん、本当だ。エナジードリンクだし、カフェインがたくさん入ってるっていう。はい、そうそうそう。
なんかめちゃくちゃ目さえすんだね。まあスターバックスの強いダブルショット、うん、トリプルレッドショットやばいね。なんかこれめちゃくちゃ強いってことは、うん、タピオカドリンク、缶の缶のさん、若いんだっけ無理かも。これ買ってみます、はい、ココナッツウォーター、あとはこの辺はオレンジジュースとかフルーツのジュースが売ってます。やっぱりスーパーで買うのの倍はするね。そういう観点はやっぱ日本と一緒だよね、うん、あとこの辺はまあ牛乳とか、なんかプロテイン、あとはこれはね、いちごミルク、チョコレートミルク、普通の牛乳だったりとか、なんかアーモンドミルクだったりとか、コーヒーミルクありますね。アイスクリーム、ハーゲンダッツとか、この種類美味しかったね。美味しいよな。アイスランドファームこの前食べたけど、どうなんだろう、ハーゲンダッツコンビニで買ったらちょっと高いのかな。1個8ドル800円ぐらいしちゃうけど、スーパーで買ったら多分日本よりハーゲンダッツは安いはず。この辺は電子レンジでチンして食べるご飯だったりするのかな。でも買うことないよね。あ、見てここにピザ売ってる。高くないんじゃない、8ドルとかだよ。でかいしか。でかい。これは、あ、見てでっか。うわ、ほんまや。わかるこれ、でかやばいよこれ。え、だってこれさ、ビッグカップで 2.69、 安くない。だからこのジュース選べるんだよ。あ、ペプシ、え、これ買うより安いやん。お前誰がこんなサイズも見切れるのって感じだよね。え、これ買うより安いやん。安い安い。あ、これあれや、シェイクのやつや。スムージースムージー、うん、スムージーだ。夏にね、いいよね。これもそうだね、スムージーも、はい、うちらはさ、美味しいやつや。ミルクシェイクが作れるの。これ一つ取って、この機械に入れて、この機械の中でミルクを入れてくれて、混ぜて、なんかね、ミルクシェイクになるんだよね。これはおすすめ。ちょっとじゃあ、デリコーナー見てみましょう。すごい。種類、種類豊富。ウィスラーにはあんまりないよね。ウィスラーこの半分ぐらいしかないの。ないね。エッグソーセージマフィンっていうのかな。これとか美味しそうじゃない？カニカマとシーフードのラップ。あと、エッグサラダのサンドイッチがだいたい600円ぐらい。ピザ味のこれは、何、ホットドッグ。ここにもバブルティー。あ、待って待って、バブルティーあるじゃん。え、嘘、バブルティーだ。でもこれ350円で買える。あとはこの下にはまあちょっとしたベーコンとかハム、ソーセージ、あと卵とかバター系とか売ってますね。なんか朝ごはん系って感じだね。あ、アイスクリームはここだけ。アイスクリーム少なくない。アイスクリームウィスラーってこれの倍じゃんね。確かに。ねえねえ待って、雪見大福売ってる。え、ほんまや。ほら雪見大福ある。美味しいよね、きっと。買ったの美味しいよな。ハーゲンダッツ、これさ、日本にもあるよね、この M のマーク。あ、そうなの。うん、マグナム、だいたい400円ぐらいかな。300円から400円ぐらいですね、アイスは。 3.9 ドルか 3.9 ドルか。じゃあお菓子コーナー行きますか。あ、グミね、見てみて、海外っぽいね。確かに。なんていうの、こういうの、幼虫グミ。普通に美味しそう。小さい M&M とか。ほら、え、高っ。これで800円。え、高っ。これで800円。気軽に買えないよね。だってこれ確かに、これ10ドル分で、これ 9.69 ね。え、そうだからさ、こっちの方がいいよね。セブンイレブンオリジナル。ほら、セブンイレブンセレクトってやつがあって、これだとなんかちょっと安い気がする。ほんまや、セブンイレブンセレクトね。あ、これ、これあんま美味しくないやつじゃん。これやばくない？これキャンディーかな？あ、キャンディー。なんと、こっから、あそこの端っこまで、まさかの全部グミでした。で、逆に、こっちの列は、あのご飯くんいるところから、ここまで全部チョコレートで、すごいね、チョコレートももう、まあ、有名な、このスニッカーズ、うん、マーズ、スイックス、キットカット、これも有名だね、リーズ。どれがおすすめ？チョコレート。チョコレート、どれがおすすめですか？え、やっぱこれ、リッター。あー、そうなんだよな。これやばいよな。うん、リッターはめちゃくちゃ美味しい。あとこのデイリーミルクも美味しい。あ、このグミ美味しいよね。これめっちゃ美味しいよな。美味しい。これも美味しい。あー、そうやな、うん、これお土産とかにな、うん、かわいい。ほら、なんか海外っぽいね。え、これ欲しい、普通に。あの、こういうの小さい頃欲しくなかった。あー、わかるわかるわかる。揃ったらもらえるね。あ、朝食系や。あ、ほんとだ。この辺は、あ、ちょっとあれだね。そうだね、ソースとかさ、ドレッシングとか。だからちょっと生活に必要なものっていうの。これトマトソース、パスタとかに使うやつでしょ。ポッキーとかあるね。ほんとだ、日本のお菓子だ。え、待って、これ見たことない。え、ラベンダー。ポッキーの種類多すぎない？ラベンダーじゃないやろ、これブルーベリーや。あ、そっか。ラベンダーじゃないやろ。
でもさ、ポッキーの種類やったら多くない？確かに。だって2列あるよね。確かに。ポッキーは日本か。日本だよね。なんだろう、これなんか韓国のお菓子。ほんまや、かわいい。かわいい。ちょっと高いからやめよう。ここはジャーキーですね。ジャーキー、めちゃくちゃ美味しいから。食べたのジャーキーめちゃくちゃ美味しいから。柔らかいよな。柔らかい、マジで美味しい。でもなんか食べ過ぎると胃が痛くなる。あ、チップスコーナーここだったんだ。あ、まさにこっからあの端っこまで全部チップスね。これドリトス、日本でも有名ですね。あ、このシリーズのね、ポップコーン美味しいんだよね。キャラメルポップコーン、めちゃくちゃ美味しいです、このシリーズ。これはミックス、なんかね、このチーズとキャラメル味があのミックスされてて、甘いしょっぱいを交互に食べれるっていう紙ポップコーンですね。別になってます。本当だ。売ってんねやそれ。うん。このレイズはまあ普通にカルビのポテトチップスぐらい有名で、まあどこにでもあります。でもね、あんま買わないかなこれは。このブランドのポテチもすごい美味しいです。よく食べてるよな。うん、私好き。そう。このオールドダッチも有名。これも美味しいけど、まあシンプルかな。でこれがほらカナダ特有というか海外特有、そうケチャップ味のポテチなんだけど、結構いろんな会社から出してて普通にね美味しい。ただ結構酸っぱいから食べ過ぎるとちょっとまた胃がちょっとね痛くなっちゃう感じ。タートルチップス売ってる。え、タートルチップス高っ。729円だいたい。これめっちゃ美味しいから。これめっちゃ美味しい。こっち側は生活用品ちょっと、あとキャン、あのペット、ペット用のやつとか、あとお掃除用具とか、ほんとなんか緊急で使いたい時とかここで買えそうだね。確かに。これも洗剤、服とかの洗剤、うん、この辺も車のなんかあれかな、ちょっとした、まあ、この辺もありがたいね。あ、これもシャンプーとか。そうだね、薬系とかもあるね。お前の列似てるな。似てるね、作りが完全に。ここがね薬コーナーなんだけど、なんかさ痛み止めとかってさ、日本ってなんかあんまり強い薬とか買えないんだけど、結構ね、カナダって買えるんですよ。強い薬もコンビニとかで買えちゃう。なんか前やけどした時に軟膏欲しいなと思ってて、そしたら普通に抗生物質入りの軟膏がコンビニ売ってたの。ほうほうほう。そんなのちょっと日本じゃあんまりないと思う。そうなんや。だって痛み止めがあるでしょ、うん、で、あとこれアレルギー系でしょ。アレルギー系、アレグラとかね。アレグラでしょ。で、コンタクトレンズ系のもあるし、で、これ何？絆創膏もあるし、妊娠検査薬とかもある。あるやん、あるじゃん、コカ・コラのコーラ。あ、あるやん、やっぱり。ちょっと店内の BGM がすごすぎたので、ちょっとここだけアフレコします。アジア系の、カップラーメンたくさんあったんですが、特にこれといってね美味しそうなものはありませんでした。一個気になったのがこれなんですけど、ジャパニーズ味噌スープって書いてるんですけど、味噌スープの中に麺が入ってるっていうね。今レジに来たんですけど、レジに置いてあるねデリが美味しそうすぎて回ってるで。回ってる。見て、ソーセージ回ってる。買った買った、買いましたよ。めっちゃいい匂い。めっちゃいい匂いする。車の中で食べましょう。じゃあ購入品紹介、イエーイ。まずは袋はT&T の袋。こっちは袋お金かかるからさ。まずはご飯くんが買った、めっちゃちっちゃいコーラでしょ。チェリー味です。チェリー味ね。で、私は結局缶のバブルティーやめてこっちにしたの。美味しそうじゃない、うん、こっちはなんか飲みやすいかなと思って。そうそう、これを買ってきました。なんか最後さ、なコーンみたいにこうやって回すのはかんくなるのめんどくさいもんね。そうなのよ。で、これがだいたい 3.5 ドル、350円ぐらいしたい。てかさ、超可愛くない柄が。そう、可愛いんだよね。なんかさ、これ美味しかったら普通にコンビニで買いたくなっちゃうよね。あとはさっき言ってたケチャップ味のポテトチップスのレイズを買ってみました。ちっちゃかったので食べきりやすいかなと思ってこれ買いました。あとはデリコーナーにあったこれ、うん、ご飯くんが食べてみたいってことで、チキン、チキンラップ、チキンラップ。これね 7.55 もしたんだけど、うん、750円。あれ、あ、ポテトも入ってる。あ、ポテトついてきた。じゃじゃーん、じゃじゃーん、クリスピーチキンとポテト。レジの横にあったチキンを2本買ったらポテトがついてきたっていう感じで、はい、チキンから食べるか。そうやな、せっかくやし、うん、いただきます。はい。え、美味しそう、ジューシーじゃん。まっとうまい。え、マジで。紙ストロー、うまこのミルクティー自体めっちゃ美味しい、うん、けどタピオカがゼリー。あ、そっちタイプか。テクスチャーが餅じゃない。うん。でも、なるほどね。でも美味しくない普通に、うん、味は。味は美味しいんだけど、もちもちじゃなくてゼリーみたいな感じ。寒天みたいな。うんうん。うん、
なんかもちもちじゃなくてプリプリしてる。多分だけど、これ冷蔵庫に置いてあったじゃん、うん、それで多分タピオカが硬くなったんだと思う。じゃあ私このついてきたポテト食べてみていい？あくん、うん、ホクホクの芋ですね、うん、大きすぎてフライドポテト食べてる感覚はない。え、うまこれな。うま、全然うまいな。穴取ってたな。穴取ってた。ちょっとこれ飲みますね。じゃあ次にちっちゃい、うん、ちっちゃいやつコーラを。じゃあいただきます。じゃあこのコカコーラってね、このチェリーのやつなんですけども、でもいつも飲みきれへん時ありますもんね。これぐらい残してこのサイズ最高ですね本当に。じゃあいただきますからね、言いますけども、じゃあいただきますって言うとおりますけども、長いわなんか飲みきるじゃんそれいつも。あー、飲んだことある。なんかだからあれじゃないの、ガラナじゃないの。近い。ガラナが、ガラナ知ってます皆さん。ガラナよりきつくない。ガラナだ。いや、ガラナよりきつくないガラナってカーってさ、なんか確かに、ガラナの炭酸すごい。はい、ケチャップのポテチ開けます。待って、この後外食するんだけど、うちら大丈夫かな。真っ赤な粉がついてるの、これがケチャップのね、粉なんですけど、はい。酸っぱくて美味しい。酸っぱ美味しいよね、うん。あ、美味しい。これね、多分日本人好きだよ普通に。これと兄弟は芋と芋じゃん。うーん、うん、本当にケチャップの甘さと酸っぱさが本当にポテチに合うの、うん、こんな感じで中真っ赤なんだけど。これ開けたじゃん、危ない。本当にこれ5分で私食べちゃうの。一回しまうね。これさ、ちょっと2人で1個にしない？今、はい、なんか皮がちょっと分厚い感じ。確かに。どうぞ。いただきます。うん、美味しい、うん、あ、美味しい。ツナマヨサンドみたいな。うん、本当だ。わかる、うん、テイストはそんな感じ。だからマヨネーズの感じですごい美味しい、うん、分厚いけど逆にこれがもちもちしてさ、うん、歯応えっていうか噛み応えがあって美味しい。日本ほど繊細な味ではないけど、でも全然食べれる、美味しい、うんうん、レタスもね、ちゃんとシャキシャキしてる、うん、でもさ、うん、やっぱこのチキンが一番美味しいね、チキンウィングが、うん、確かに、うん、はい、どうだったでしょうか。海外のセブンイレブンの動画でした。ちょっとね、日本と違うかもしれへんけど、うん、でもなんか縦感とかすごい日本に近かった。日本を思い出して温かい気持ちになる部分もあれば、日本だったらもうちょっと手の込んだ、例えば100円スイーツとかね。あー、そういうのな。そう、なんかお惣菜も3、400円とかですごいね、美味しいものが買えたりとか。日本のコンビニってさ、普通に料理するより安かったりするじゃん、うんうん、そう。でもこっちはそういうのがないから、まあ、ちょっと今日料理作るのめんどくさいなって言ってコンビニでなんか夜ご飯買えばいいかとはならないかなって思った。確かに確かに、うん、あー、そっか、いっぱいあるもんな、うん、日本のコンビニの弁当とかもそうやし。そう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 、単純に面白かったね。面白かった、面白かった。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。めっちゃお腹いっぱいなんだけど